はい、どうも、ベーシストのミクヤです。というわけで、今回は、新しく買ったコデラ、バイスロイの6。こちらのね、サウンドチェックにしに、近くの音楽スタジオさんに来ました。引っ越してから初めてここにスタジオあるって気づいたんで、使わせてもらってまーす。はい、というわけで今現状は、まあ、本体からシールドで、これもコデラ社の、エクスカリファーっていうコンプレッサーね。これだけ通して、ヘッドがハートキーの、と、アンペグの、10インチ8発かなのキャビに繋がってます。じゃあまず、とりあえずアクティブの状態で、EQ ノンブーストのハムバッカーにして、エクスカリファー、コンプは、薄くかけていきます。綺麗な音がします。で、パワーがめちゃめちゃあるかな。じゃあこれからまあ僕がベースでいつもねアクティブ系でベースでやるセッティングの方法なんですが、まずアクティブオンで、ピックアップハムが選べるならハム、まあフルの状態、フルニュートラルにしたいんですよ、いつも普通の状態だから。 EQ はノンブーストにして、バランサー真ん中で、ボリュームマックス、トーンマックスが今の音。で、まあこんだけでも十分いいって時もあるんで、これとかは特にもうこのままでも十分使えるんですけど、オケで混ざると、うちとかだと特にシンセとかあるんで、まあ埋もれると、で埋もれたり、もうちょっとなんだろうね、リズム感が欲しい、乗らせるためにはやっぱりちょっと EQ ブーストしたりとか、特に今日なんでコンプレッサーしかかましてないんで音色の、いじれるのがないんです。アンプも今全部フラットな状態なんで、こっからじゃあ EQ をいじっていくってなると、僕は基本まあブーストしかしないかな。カット、 EQ でカットはほぼしないです。するとしたらトーンで超高音域カットするぐらいなんですが、とりあえず今感じたのは、まあミッドとベースもうちょっと足してもいいかなっていう、特にベースもうちょっともわっとしてもいいかなと思ったので、ベースをいじります。マックスにすると結構分厚くかな。結構ローがっつり出してくる。18V のプリなんでローがって出してくれるんですけど、マックスだとさすがにやりすぎなんで、いつもどれぐらいかっていうと、フラットの状態で弾いて EQ を回していくと、なんだろう、急に可変する息があるんですよ。っていうところが出てくるんで、その和を一回探したいんですね。なんで、これ今何にもノンブーストなんで、これで弾いて、モワンモワンって変わるところがあるんで、そのポイントで一回合わせます。ここっすね。ここが多分良さげ。
なら、この小寺のね、特有のゴワッゴリッとしたミッドの輪郭を保ちつつ、低音域もっと足せたんで、うん、ここいいかもしれないですね。で、次、ミドル。ミドル上げると結構、動画スカってくるんで、まあ先に上げたっていう感じなんで、これも同じように、変化域のポイントをちょっと探ります。めちゃめちゃミドルにフォーカスされてる EQ なんですね。ポイントすごく早い。まあ、選んでるね、そのポットの抵抗値とかによってね、抵抗値とかカーブか、何カーブ使ってるかとかによって、このポイントって結構ずれてくるんですけど、これは早い。ミドルの変化がね、結構すぐ分かるようになってるっぽくて、使いやすいかもしれないですね、これは。ローよりも使いやすい。ブースト量的にはほぼ同じぐらいだけど、ベースの方が若干ブーストしてるかなって感じのセッティングが僕は好みでした。これだから大体レコーディングとかライブとかではこう使うかなって感じがしますね。で、高音域に関してはね、もう十分出てるかなと思ってる。なんならちょっとカットしたい。スラップとかすると、ちょっとこう金属音チックな超高音が気になるんで僕は。なんでトーンでそこはカットしたいと思います。これがトーンで切っていきます。43度ぐらいか、カットしました。多分これがね、一番、なんか金属音が少なくて、
まあ、ちゃんとスラップするときは、目立たせるスラップね、するときはもう、トーンマックスでもいいんですけど、別になんかこうおかず的なね、なんかちょろっぽんみたいな感じで入れるスラップは、これぐらいの方が変に目立たなくていいかなと思います。で、多分、スラップするとき、今これハムバッカーで音出したんですが、シングルコイルで出すパターンが多くなるんで、スラップで目立つプレイの時なんで、これもちょっと音色聞いていきます。シングルコイルの方が音抜けがいいんでね、いいかもしれないです。で、変な高音域も今削れたんで、まあ、金属フレットとその弦が当たる超高音域の部分をカットしたんで、まあ、綺麗に出てるかなと。なんで基本のセッティングはこうなる気がします。ベースミッドちょいブーストのトーンちょっとカットで、使っていこうと思います。でも音めちゃめちゃやっぱり、高音域が特に綺麗で、これは楽しいなぁ。6の音色チェックでした。またそのうちお聞かせいたします。バイバイ。